それでは皆様ご唱和ください。衣服の文明開化の予感、ファッションの夜明けぜよ。いや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 い。よし、始まりました。衣服の文明開化起こしましょうよ。今回はですね、私たんまり貯めてきました服をですね、このようにもうバーンと皆様に見せていきたいと思いますね。コーディネートを私がして、まあ私も一応アパレルに関与してる ますから、まあ自信持ってお送りできると思いますんで、では行きましょう。ナンバーワンから、エントリーナンバーワン、ちょっとゴルフ行ってくるわです。まあこれね、何が、まあ、手込んでますかって、手込んでるわけでもないんですけれども、まあこのゴルフのドライバーね、これまあいらないんですよ、使えないんですけど、これをまあほかさずに持っておいたということを、さらにはこのサックですね、このなんか顔の部分のやつ、これね、パンチで穴開けたみたいな目のところね、これ何が見えるんですかみたいな、これが意外と落ちてるものではなくて買ったものなんですね。だからちょっとまあ軽い服装でね、ちょっと髪の毛気になったりするじゃないですか、やっぱ外出かけるときって。だからまあちょっとこれかぶってなんとかしのごうかなみたいな、ちょっとそこまで行くだけやしみたいな感じです。はい、もう夕方です。エントリーナンバー2、デューク貞家です。めちゃくちゃ似てませんか。軍の帽子にサングラスっていうことで、で下はですね、ドレスなんですよ。やっぱ動きやすさっていうのをね、意識してるっていうことと、あとここなんかウルトラマンの緑っぽいやつあるみたいな感じでね、このドレスをつけています。おそらく女性用ですね。とにかく天候が悪い。さっきからまず1日夜が明けるのをまず私待ちました。はい、その後に来た明け方が今この霧です。最悪。そしてラスト、エントリーナンバー3、コック自由形。これ僕一番好きです。こんなにバランスが取れたコックいますか。これね、コックっていうものなんです。まずこの人はコックなんです。でもコックなんだけれども水泳もしたいね。その時に水泳何の形を泳ぎますかって言ったら自由形やね。だからコックとしても自由やし、水泳としても自由、コック自由形っていう、そこにそうかかってるっていう、これはね、もう比類なきおしゃれじゃない。これを超えられる、もしおしゃれがいるんならば出してきてください。僕に写真を送ってきてほしいぐらい、これは完璧やと思う。だから僕これでね、ちょっと次回ね、マルチで勝負したいと思う。この服装さすがに動いてたらびっくりするよ。で、前回の最後に言っていたファッションコンテスト、これをちょっとやりたいと思いますけれども、最初に私から見せていいですか。もう皆さん知ってるんですよ。皆さんっていうか、あなた方は知らないですよ。でも私のをします、僕だから。で、対象者っていうか、順番来た人はこっから降りてきてほしいんです。こうやって、こうやって着替えてこうやって降りてくる。じゃあ皆さんちょっとそこら辺で待っといてもらっていいですか。僕今から行ってくる。正直びっくりするっていうか、俺のやつ見たらもう勝てへんなって思うで。多分もうみんな、もう僕いいわって言うと思うわ。はい、じゃあこれで私は行きたいと思います。行きましょう。これです。これ僕の一応ら、タイトルはコック自由形。違う、話も聞く前にやんの やめて。3つ目の目焼くことになるから。皆さん見てください、これコック自由形ね。この人コックであります。彼はコックであります。でコックさんなんですけれども、コックさんとしての誇りを失いたくない。いつも国防をやっぱかぶってたいの。自分がもう一生懸命努力してきてコックリさんになった。コックリさんになったって、今コックリさんにはなってないよ。コックリさんにはなってない。これに勝てるっていう人いんの、逆に。俺聞くわ。じゃあ逆に勝てますか。勝てるっていう人、じゃあここに出てきてごらん。右殴るわ。こう行く、こうカーンっていったるわ。何、勝てへんのみんな。いや、勝ってもらわな困んねんけど。ちゃう、銃で勝つとかそういう話じゃない。ミネから行くか。じゃあミネから行ってこい。お前も行け。じゃあそんなお前のガングロなんか見たくなかったわ。お前も真面目に貫いてほしかったわ。もう採点していこうぜ、みんなで採点。ファッションモンスター、ファッションモンスター、なりたいの。はい、じゃあ峰さんお願いします。何それ何それ何なんそれ
すごいやんお前。え、何か、何へ重ねてんのそれ。うわ、すごいやんお前。やばいわこれ、ちょっと上行ったかもマジで。中にガングラ入ってるとは思えへんよな。あ、いいわいいわ、すごいいいわこれ。マジレベル高いな。やっぱこいつレベル高いから高レベルなもん持っとんな俺。ちょっと待ってこれまずどっち、この状態で一体ちょっとどっちか考えてみて。これ肩と思う方の人の方に行ってうつやん。え、もう俺負け。あ、無能悩んでる。無能、どっちやろどっちやろ。これ難しい。コーツつけがたい、な。ドレスもいいし、水着もいいし、女性らしい、女性ライクや。はい、イーブンなじゃん。やっぱこっちかな、ちゃうかな。いやー、でも、やっぱこっちかな。こっちかな。そう、動きもあんのやめて、鬱陶しいから。見ね、今イーブンやから。悪い、お前は確かに頑張った。その服もどこに手に入るのか俺は知らん。やけど、お前は頑張ったとは思うけど、イーブンや、俺と。な。よし、次。じゃあ、ともや。次、ちょ、ともや行ってこい。ともやは正直悪い。絶対負けっこないと。俺と、なんで殴ってんの？やつ当たりすんのやめて。これで、俺とミネにはさすがに勝てっこない。だってレベルも違う。歩き方も俺もともやも知らんな。俺は、はっきり言うて、このまあ、近場で取れるやつで俺ゲットしてるから。ファッションモンスター、ファッション。はい、では続きまして、ともやさん、お願いしまーす。ダメダメ、帰って。一番ダメなやつ帰って、着替えて。一番ダメなやつな、あれ一番ダメなやつやんな。一番安易に入るやつよな、あれな。違う、あれはあかんねん。あのまま出されるとちょっとこっちとして、もう審査員としてはマジ論外やから。じゃあ、ともやさん、お願いしまーす。テーマなんですよ、テーマ。何なんですか、ともやさん、これ。HG って。レイザーラモンってことですか？ハゲってことですか、これは。あ、レイザーラモンってことですか？レイザーラモンってことだそうですけどさ。じゃあ、そうやな、難しいところだけど、じゃあ、これ、僕らだと どっちの方がいいかっていうのを、ちょっと皆さん、審議のほど。あ、こっちかな。こっちかな。あ、でも、あ、捨てがたいな。こっちも捨てがたいな。どこ行ったん？どこ行ったん？ほんで、お前動くな、ともや。お前は一切動くな。なんで俺を狙ってんの？それはもう及ばなかったね。僕らのあれ、足元にも及ばなかったね、ともやくんね。それやつ当たりすんのやめて。なんでお前がやつ当たりしてん？ともや、はい、おいで。ともやとミネおいで。最後じゃあ、無能や。無能決めろ。お前も15やからな、レベルはな。それなりにあるはずや。いい服が。つけまつ。はい、じゃ あラスト、無能さんお願いします。無能さん見えないんですけど、それステルスボーイってやつですよね、無能さん。確かにその頭切れるこれどうなんですか。いや、ちょっと待って。いや、これはもしかしたらステルスボーイが切れた時に無能さん服着てるかもしれへんで。いや、違う、完全に被ってるやん。え、なんでそんな被れんの、俺と一緒なことできんの。え、おかしない。いや、ちょっと待ってや。この場合、この場合はじゃあ、俺と無能はどっちの方がいいの。これは、え、なんでなん。無能さんのチャット曰く、無能さんこれマジガチで選んだっぽいんですけど、マジガチで被ったんこれ、ほんまに。お前ガチで、お前、おめでとう。無能さん唯一僕にため晴れます。ガチだそうです、無能さん。今チャットできました。ほら、帽子まで被るとは思わんかった。ガチっていうことで、無能さんガチで私と被りました。あなた暴れる店員です。おめでとうございます。
働けます。明日から働いてください、あなたね。お願いします。いやすごかったですね。これもさ、トモヤの格好ちょっとあれじゃない、さすがに。じゃ俺とムノタンが被ったんは仕方ないや、センスが行き過ぎてるから我々ので。ミネはミネで、まあこう言ってんやんか。すごいちょっとなんかね、ハーモニー奏でてるとこあるやんか、言うたら。でちょっとトモヤのやつこのままじゃかわいそうやから、さすがに一緒に歩けへんやん。トモヤだけめっちゃ恥ずかしいやん、こんな格好で一緒に歩いてたら。ちょっとプレゼントせえへん、みんなで、みんなでプレゼントしようや、トモヤの服。俺おすすめあるから、みんな一個一個あげようや、一個一個。はい、じゃあトモヤさんお願いします。バッチリやな、じゃんムノタンな、これでバッチリやわ。やっと仲間としてお前を迎えられる、おめでとう。明日からなんかお前地下格闘家みたいな顔してるな、お前。そこだけ見たらマジこいつガイルっぽくない？なんかこいつがこれやったらガイルっぽいよな、お前だけ。あ、いいわお前。あの いずれ国防お前にも授与するからな。ほら見て、ムノさんもほら逆さにしても安定しそうやなって。よかったな、トモヤ。まだ今お前には安定感がないからな、そういう安定感ちゃんとな、今からしっかり得ていけな。で、こっからやな、おいらみたいにこう斜めてもな、いけるようになるから、いずれ。その時はお前に渡すから、楽しみにしとけな。よし、さあ、皆さんお疲れ様でした。お待ちしましょうね、お疲れ様でした。皆さんの中で1位って誰やったんですか？最終的な投票としては、おそらくこれまあ、ミネイさんと俺がイーブンで、俺よりもムノさんが勝ったってことは、まあ多分ムノさんが1位やったってことだと思うんですよ。で、1位のムノさんにはやっぱ我々からプレゼントあげた方がいいと思うねな。で、ムノさんの部屋って3階やんか、屋根ないねやん。みんな知らんと思うけど屋根ないねやん。なんかみんなでさ、物を作ってあげへん、ムノさんに、自分の資源で。ここムノさんの部屋やねこれ信じられへんと思うけど、部屋やね、概念として一応。で、ここにちょっとみんなのプレゼントちょっと作ってあげようよね。これトモヤも作れるから、トモヤなりのでいいからね。なんか変わった、これムノさんあげたいなと思って、みんなでこの部屋に配置してあげよう、一個ずつな。じゃあごめん、俺からあげてもええ？ごめんな。トモヤもね、多分トモヤ実用的なやつ考えてくれてるやんか、ほんまありがとう。多分それトモヤならではやと思うねん、こいつ一番真面目やで、一番若いから、うちの中で。だから僕はやっぱ実用性先に考えて、君たちが選ばないようなものをあげようと思うわ。これね、これこれものにプレゼントしてあげるわ。これ多分すっごい使えるやんか、居心地いいやん、やっぱ居心地いいし、もしここパーって入ってきて、これパーって見て、おーってなるやろ、一回。次、トモヤあげて、トモヤどこでもいいよ。俺、あ、こうあげたから。これ、トモヤのプレゼントな。これ、多分トモヤあれやんねんな。社会人やからやんな。無能さんが社会人やから、これ多分ここに時計にやってあげようってな。いつでも、あいつバスケット好きやんか、知らんけど。バスケット好きで、これバスケットやるたんびにね、あー、あかんわ、もう仕事行かなってな。遅刻するもんな。遅刻するもん、やっぱこれ、あ、やばいってなるもんな。多分そういうことやわ、トモヤ、ありがとう、本当に。俺がごめん、感謝するわ、お前に。ありがとう、ほんまに。こんなしょうもないもん作ってくれて。はい、じゃあ次、ミネ。ミネ曲げて、なんか一個。あ、これかわいいやん。これやっぱライオンとどうって。あー、これまでいっちゃう。ミネ、これまでいっちゃうの。うわ、すごいやん、やっぱレベル高いだけあるな。マグネット？これ。マグネットやん。ほら、こんなことできちゃうねんで。最高やん。これ多分、ムノさんめっちゃ喜ぶわ。ありがとう、ミネさん、本当に。俺から ごめん、感謝するわ。3倍の感謝する。おめでとう。おめでとうちゃん、ありがとう。はい、じゃあ、ムノさん作りましたんで、我々。お願いします。見てください。どうですか？すごいいいでしょ？右側にあるのが、ミネさんがくれたやつなんです。ミネさんがその2つくれました。多分ムノさんその間立ってこっち見てみ。多分すごい写真が入るから、ほら。いいなぁ。このライオンもそう。ライオン、これこう俺からのプレゼントな。ミネさんの、なんていうの、私生活にぴったり。天変地異って名付けるわ。その格好を俺、天変地異って名付ける。天変地異してって言ったら、それしてな。ムノ。それ頼むな。それキーワードな。お前の天変地異、それな。で、
無能さんこのここの ゴールのところに時計置いてくれたん、これ智也さんなんですよ。これだから無能さんが仕事行くときに遅れないようにって。お前バスケットボール好きやんか知らんけど、だからこれパーンってやりすぎてあ遅刻やってなったらあかんってことでやってくれてん智也に。ほんまお前感謝しな智也に。これから智也守れな一生。これほど嬉しいことはないね。これほど嬉しいことはない。うん、もうほんまやったら僕もお願いしたかったもんね。まあお願いはしないけどね僕は。え、ていうかミネ俺にもなんか一個ちょうだいや。お前なんか実用性な、じゃあ俺にベッドちょうだいや。ベッドちょっと ベッド俺、じゃあ俺ベッドないねん。俺このなんか地べたのやつしかないねん。このなんかハスコラみたいなやつしか俺ないねん。これちょ俺のベッド、あありがたい、うん、ありがたいね。これでミネ作ってもらい、これミネベッド、これなあ。うわ最高のベッドできました。本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう本当助かったわ。違う、なんでお前が寝んの。お前のベッドじゃねえから、いらんから。ほんでこのなんやねんこれ、んナスビか、ナスビ焼く前かこれ。寝るやんけ、一日終わったぞ。いらんって。違う、とそのともやがやった、ともやがやりましたっていうこれ証拠やで。悪いけどこんなに乱雑に置くとお前しかこんなん作らへんからな。悪いけど